真夜中なのにやハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジだときのハマーです。現在2024年の10月1日火曜23時40分ですね。さあ、10分前にアップされましたね、 D アニメストア歴史に残る悪役令嬢になるぞ1話ですね、見ていきたいと思います。はい、先に軽く自己紹介するんで興味の方は40秒ほど飛ばしてください。自分の本業は大道芸人、ダリパフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で4回、月曜から夜更かし目覚ましテレビ生放送は昨年世界マネメイテレビ直送で、ビートたけしさんと、今年は痛快明石家電車で明石家さんまさんと共演、テレビ30本以上出ました。2022年には深田恭子さんと CM 企業まで果たしましたが、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らず、ほぼ無収入状態でアニメリアクターやってます。リアクター的には多分投稿本数日本一、間違いなく日本一が再生数の低さ、チャンネル登録者数の伸びなさ、これにずっと苦しんでますが、1日も休まず動画投稿続けてます。ぜひとも応援お願いします。ではいきます。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからないタイミングで広告貼りますんで、申し訳ないですがそれを我慢しつつ同時をしていただくか、もしくは普通に視聴いただいた後にリアクションだけを確認ということでお願いします。いきます。3、2、1、スタート。優しさと思いやりが一番大事。大事なのは秩序ですわ。それを乱す平民のあなたと何を語れて、あ、ゲームやね、アリシやね。ああ、ちょっと、アリシア7歳。いきなりタイトル回収したね。大木戸泉さんっていう方だね。あ、な、悪女になるぞか。間違ってた。間違ってる。悪女になるぞや。悪女ね。失礼。バッドゥドゥドゥ、あ、リユーさん、これこれこれ、そう、これリユーさんやん。一応キャラクター出しとくか、まあまだあれやね、アリシアしかわからんわな今は。悪女と筋トレ、
転生した時点で7歳なんやな。ヘンリーお兄様、ファラオお兄様、あ、ほんで筋トレなんや。誰が見んねん、その筋トレの様子を。闇、火、光、風、水。むちゃくちゃ読んでるよ。48 49 50。いや、腕立て50って結構きついで。腹筋100もきついで。1日で。200 300。たった1週間でワンパンマンかな。腕立て300回、寺門ジモンさんかな。12歳なんこれ。
2時か。スミスケフィン、あ、スミスね。緑属性。明座中高い。信じてもらえてないな、やっぱり。あ、これを切るん。おお。アリシア、あ、最かわいい。あれみたい、リアデイルの第一の第一にてのアイキャッチみたいな。握力最強に。おう。掘れた？掘れたか？
ピンって金髪の子やな。葉月渚みたいな。国王が来るのね、だから。あ、ここが通報されるの。あ、これが国王ね。デュークの親父じゃない。小屋さんや。悪女試練。よく分かってるやないかとか言われるんじゃない。ロアマナ、さっきのロアナ村ね。お見事言うんちゃう。小林千秋さんか。金のバラ。ね、金のバラで。ねえ、これ誕生日？おお。指輪？あ、ペンダント、ダイヤモンド。
これが金のバラ、あ、聖女、あ、結婚するってこと？聖女は王族と結ばれたこと、だから結婚することだね、デュークと。996、997、カミングスーンよ。あ、終わりかな。あ、終わった。あ、そうか、中村環奈さんね、シーカーが、あ、石川海人さんね。ちょっともう一回みたいな。ディック工房、ディック東郷みたい。あ、プロレスラーね。ワッチはね、クルスリンさん、聞いたことあんな。マホフィルム、見たことあんな。はい、OK。ちょいとキャストを見させてもらいます。なんか、ちょっとキャラ多すぎて覚えられへんな。まあ、デュークはもう分かったな。あれ、石川海人さんだね。で、ウィリアムズ・アルバート、あ、兄貴か。あ、あれ、大阪亮さんだったんかい。おぉ。働く魔王様。魔王貞夫で知ったかな。中村環奈さんはあれやね、もうおととしかあれは、それでも歩まを寄せてくるの、八乙女漆やね、で知りました。石川環奈さんって何でしたっけな、あ、忘れたな。盾の勇者かな、直文かな、岩谷直文やったっけ確か。で、アランとヘンリー、あ、天崎浩平さんね、はいはい、あれでしたわ、あと去年の冬アニメかな、あの総量枠BL のやつで、石原さんももう言わずもがなね、塚本秀一ですね、 UFO で、ハドソン、エリック、フィン、あ、村瀬あゆみさんじゃない、フィンは。エリックはどれやで、ゲイル、千葉翔也さん、あー、ゲイルはだな。で、ケンウッド・カーティス、誰や。岡本信彦さん、ケンウッド・カーティス、カーティス誰や。
で、ウィル・アムズ・アーノルドは国王かな、あれ、興津和幸さん1個目です。で、シーカー、ああ、じゃあシーカー・ルークが国王か、小屋さんやね。ハドソン・デレフ、ちょっと多すぎて分からへんな。中原舞さんいたんかい。レイラ、ウィリアムズは、あ、アリシアの母と父か、そうか。で、ロゼッタ、スミ、トモミ・ジェナさんって見たことあるな。はい、まあまあ、とりあえず、ちょっと自分の疑問としては、このアリシアが転生した時点で7歳なんや。ちょっとそこを分からへんな。だいたい転生したら、赤ちゃんから始まると思うねんけど、ちゃうかな。まあ、それはあんま気にせんやんでええんかな。で、まあ、とりあえず、その、このゲームやね、のヒロインが、そのデュークと、くっつくんやったっけ確か。で、なんて言ったっけちょっと忘れたけど、とりあえず、ヒロインとくっつくのは別にいいって言ったっけデュークが。で、自分が悪女になってやるんだっていうことで、あ、ちょっとあれ見た方が早いか。イントロダクション。ウィリアムズ・アリシアは7歳のある朝、突然気づく。この世界、私が前世でプレイした音ゲームの、あ、気づいたんか、そうかそうか、前世の記憶が蘇ったところか。そして自分が前世で憧れていた悪役令嬢だと知った。彼女は決意する。なるほど、なるほど。これで理解した。私、歴史の頃悪女になってみせるわと。最初、悪役令嬢って間違っててすいませんでした。うん。で、まあ、とにかく悪役令嬢になりたいってことで、まあ、教養を身につけよう。で、剣術を身につけようっていうことで、まあ、ロゼって確かメイドやったな。ロゼおる？あ、ロゼがロゼッタか。なるほど、なるほど。うん。ロゼとね、お母様、ああ言ってたもんね。で、兄貴のアルバートか。ウィリアムズ・アルバートやね。に、剣術を教えてくれたところで、毎日腕立て50回と、腹筋100回を1週間続けれたら教えてやろうってことで、まあ、必死に、まあ、やった結果、腕立て500回、両方500回だけできるようになってたね。で、さらには本もむちゃくちゃ読み漁って、まあ、いろんな知識も身につけたという中で、ついに1週間経ったところで、4人が出てきたわけだね。フィンと、ゲイルと、ベレッタ、あれだっけ、乗ってっかな、キャラクター表に。あ、乗ってるわ、みんな乗ってるわ。ジル、あ、これ乗ってないわ、これ誰や、ジルは誰や、これ。これが、アルバートか。なんかみんな、でっかくなった状態で乗ってんな。アランとヘンリー。で、これが、ハドソン・エリックか。エリック。で、これはフィンやね、スミス・フィン。で、ゲイルが、あ、この灰色髪かで、緑がカーティス。これちょっとさすが覚えるの大変。これが岡本信彦さんか。ほうほうほう。で、ウィリアム・アーノルド、これが国王やな。ほんで、ウィリアム・アーノルドはアリシアの親父ね。で、国王がシーカー・ルークや。うん。はい、まあ、ということでね、まあ、全員が勢ぞろいした中で、まあ、悪役令嬢っぽいことやってやろうということで、華麗に挨拶をかまし。ほんで、信じてくれへん兄貴をね、大木バーンゲット、落ちてきたリンゴをこうサーンとね、剣を奪って切り落とすと。多分デュークは惚れたじゃない。で、まあ、それから1ヶ月って言ったっけ、あ、ちゃちゃ1年か、8歳になってたもんね。で、毎日のように見に来るようになってるデューク、お前はもしかしてみたいになったけど、さあどうなんだろうな言ったけど、まあ、惚れたとしか思われへんね。で、その頃なんか、親父たち5人、なんか闇と、闇、火、水、風、もう一個なんつったっけ、闇、火、水、風、忘れた。ちょっと五大貴族ってのあるのね。その来てたのは全員五大貴族の息子たちやね。で、誰かだけ緑やったな。緑の、忘れた。うん。ちょっとさすが覚えきれへんね、一発じゃ。ということで、フィンの家に行くことになったんか。で、そこで全員が揃ってた。で、デュークの親父、シーカー・ルークから、その、我が国をどない思うねん、みたいなこと言われて、その、貧富の
差、格差が、激しいと、これではいつ暴動が起きるか分かりませんわ。でその、解決策を言ってみようつって言ったところで、まあ多分国王はすごい気に入ったみたいな感じだったかな。でデュークも気に入った感じで、誕生日おめでとうってことでダイヤモンドを渡したと。まあところが、どうやらなんかその金の花っていうのが見つかって、それが何、聖女で、青い花を見つけたデューク、ここはもう結婚せなあかんみたいな感じになってるから、まあデュークがもしこのアリシアに惚れてるんであれば、まあ問題になってくるってことやね。これはなんかちょっと今のところはそれぐらいかな、1話ではそれぐらいかな。なんかだからアリシアがちょっとこう、どうなんのかな、邪魔者になるみたいな感じかな。ちょっとわからへんな。でそのヒロインが誰かっていうのもちょっと、まだヒロインも出てきてないもんな。これヒロイン出てんのかな、これ。あ、これがヒロインか、このキャザーリズ、これがヒロインかな。まあまあまだあんま見んとこね、ネタバレ食らいたくないんでね。はい、まあまあ楽しみですね。はい、ということで、歴史に残る歴史に残る悪女になるぞ。間違ってて、すみません。1話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。はい、ここから1分ちょっとで自己紹介するんで、興味ある方はここで切ってください。自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーやってます。普段やればできる諦めない伝え方で、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしますが、現在もコロナの影響で全く仕事が持たず、約4年8ヶ月仕事がありません。貯金と節約生活だけでなんとか生き延びてます。そんな自分の本業を知って、ぜひ応援をしていただきたいんで、説明文にある URL をクリックしていただいて、できれば本業のチャンネル登録、応援もお願いします。はい、そして深田恭子さんと出たこの CM の URL も載っけてますんで、ぜひ見てください。アニメのリアクションその他諸々をスタートして、今日で1648日目ですね。長いです。ただこのチャンネルもっと長い。2009年4月24日、パフォーマーのチャンネルでスタートしてますが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にかこのチャンネルでアニメのリアクションをスタートしてしまったのに約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年8月18日までのリアクション動画を自ら手で削除させるという地獄を味わってます。なんとか乗り越えたものの、今もずっと地獄で、冒頭でも言いたいに再生数、チャンネル登録者数全く伸びず、正直しんどい、やめたい、ずっと言ってます。それでもなおやればできるわけでもないを伝えたいと思って、1日も休むことなく気合と根性だけで動画投稿を続けてます。ぜひともお願いします。以上、アニメリアク職人ことマジラドゲニハマでした。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それでは失礼します。